石被佐抜国府跡一佐抜国府跡は香川県境出市にある飛鳥時代から鎌倉時代の国府跡である2020年3月10日国の史跡に指定された古代の常理政治悪が良好に残る両北平野の西用に位置する古代佐抜国の国府跡佐抜神を務めた菅原道真の監視集関係文装の記載や 周辺の地割りの検討などから、周辺施設や景観も含めた国府研究が早くからなされてきた。2011年からは、香川県教育委員会による解放児童法地区の発掘調査が開始され、国府成立以前の7世紀中央から廃絶後の13世紀にかけての移行が検出された。それよると7世紀後半には、初期さぬき国府か、あの評価、 史跡上山の関連施設等の可能性が指摘される。正方位を施行する官が関連以降が出現し、8世紀前半には上理事割り方向の規則性が高い施設が現れる。そして、8世紀中央から11世紀にかけては、大型建物をはじめとする複数の掘った手柱建物からなる方一丁程度の区画が現れ、建て替えを繰り返しながらも長期にわたって維持される。 11世紀中央から13世紀になると、井戸を有する一辺40メートル程度の屋敷地が3、ブロック確認されるようになる。7世紀中央から13世紀にかけての国府域の変遷を知ることができるとともに、関係文層の記載や付近の地割りなどから国府とその周辺の景観を復元するための情報にも恵まれており、古代国家による地方支配の実態を知る上で極めて、 重要な遺跡である。ありがとうございます。